雷の呼吸一の方霹靂一閃、俺が鬼かよこれね、ツイッターのタイムラインでたまたま流れてきて速攻使うしかねえと思ったね。でツイートしてたのが犬さんっていう方なんだけど、その方は日本人の騙し講師職人なんですよ。しかも作るのがめちゃめちゃうまい。だからオープニングに引き続き今日は犬さんの騙しコースをやっていきたいと思います。それがこのコースだね。近すぎなんだよ、ゴミ箱しか映ってないいやこういう悪ノリ好きだな。ごめんねみんな付き合ってもらって。じゃあちゃんとやっていこうか。どうも犬キングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、エイプリルフールスシューピッドトロールデイということで、エイプリルフールはバカな騙しの日ということでしょうか。でこのコースね、エイプリルフールということだけあって投稿日が4月1日なんですよ。素晴らしい、騙しコース職人の鏡だねこの犬さん。ニューって書いてるこれずっと犬さんって思ってたよく見たら IU しか書いてないわ。すいませんユウさん、名前を間違えてしまって。でもこんな僕を愛して。それじゃあ早速やっていきます。クリア率は 1.04%。 いやユウさん見てくれてるかな。見てくれてたら嬉しいんだけど。ユウさん見てますか。頭のおかしい配信者があなたのコースを遊んでくよ。あなたのおかげで今日もバグれるよ絶対にねこんな動画絶対にねそっと字だよそっと字。じゃあこのオンオフをしろっていう感じね。開幕クパクラ、開幕クパクラじゃねえのよ。何やられたんだろうな今。オンオフした瞬間何かが乗り込んできたんだけど、ちょっと見てみようか。パックマン、ユウさんさ、初めて見るんだったら思うかもしんないね。自分のコースがプレイされてこんなに叫び散らかす人がいるのかと。でもさ、自分のコースプレイされたらある程度叫び散らかす人の方が面白いかもしんないね。何自分を正当化しようとしてんだ、もう少し慎めっていうか全然罠がないんだけど。え、実はこのコースがエイプリルフール。なるほどね、安心させた後にすぐに罠を持ってくるタイプの人なんだね。持ち上げて下げるパターンの人っていうことは分かりました。でも僕そういうの大好きだからねいつも思うんだけど、制作者ってさ、ちゃんとコースのことを喋りながら実況されるのが嬉しいのかな。例えばここはこういう仕掛けがある何も仕掛けねえよそこは。だってさ、頑張ってコースを作ったわけでしょ。だからちゃんとそのコースの解説をしながらやっていった方が嬉しいのかなって思うんですよ。それが本来のゲーム実況者だよ。何が言ってんだお前はすいませんね意味わかんないやつで。どうも意味わかんない系 YouTuber です。さあここでオンオフして間に合うのかい。この雲が切れる前に左上のブランコのところまで行きたい。ただ間に違うよ、そこは行くところが違う。何があるの。ガリーオッター、前使ったってそのネタ。ハリがいた時にさ、ハリーオッターって言ったじゃん。そっちの方がうまかったよ。ガリガリでガリーオッターはその劣化バージョンじゃねえか。せめて同じネタを使い回すんだったらネタのクオリティを上げてこいガリーオッター、下がり続けてんだよ。こういうのってさ、ついつい忘れがちだよな。トロールコースあるあるですね。でこのブランコ間に合う、頼む間に合ってよしよしよし。で右上に行けばいいのか。うわ、なんか上から降ってきそう。それか隠しブロックがあるか。勢いをつけて、あのドームでレッツゴー。なにそれすれ違ったのね面白いじゃねえか。これ上手くない , 笑わせてもらったら普通に。あ、隠しブロックがある感じ。真ん中だけなのね。さあドアに入っていきましょう。マジで中間そろそろあってもいいよ。右上に中間みたいなのがあるけど、左下すげえ気になる。こっちは何なんだ。実はこっちがアイテムがあるとかやられるのは分かってる。でも僕は行ってみるんだ。何もなんない、床があるだけ、イエイがあるだけか。危ねえ魚と思った。まあまあびっくりさせやがって。これで中間ポイント取れるっていう感じでしょ。オッケーオッケー。そしてこのまま左上に行けばいいのかな。まあまあ今回のトロールコースそんなに難しくないかもしんないね。結構難易度は優しめだよ。さあここでクリボーちゃんを踏んで、一旦クリボー全部倒してみるか。ここにアイテムが来るとかそういうパターンはなさそうだ。左上に行ってみる。右上は行けそうにないもんな。じゃあこの左上に行ってみる。なぜすり抜けた。これさ、うまいこと弾の真ん中に来るように設置されてるんだろうな砲台が。これは分かんない
ってって、誰もが引っかかると思う。そして次はレールかい。怪しい、怪しすぎる。一旦乗って僕は何もしないよ。余裕なんだよこんくらい。なんで恥ずかしい思いをしてしまったじゃねえか。たかだかに笑ってた自分が情けねえわ。そして次もレールなんだけど、絶対上にブランクがあると思うよ。見てて。だからしゃがんでいく。結局この玉に引っかかった。でも降りれば問題ねえか。そして次は右と左どっちだ。1/2、僕は右から行くよ。左は怪すぎる。こっちが正解だ。そうだろ。こんなの1/2じゃんか。待て、本当に1/2なのか。実はこのリンクを取って上から行くのが正解じゃないね。なら僕は右に行って何もしないよ。ただしバネが出てくるのを待っておこう。その後にディガキノコを取ってこの土管に入っていけと、そういうことみたいだ。さあここではリンクになって左下に行く。左下ダメに決まってんだろ。でも行きたくなるよな。上は隠しブロックとかはないみたいだ。これちょんちょん行かなきゃ上の針に当たっちゃう。ちょんちょんちょん。オッケーオッケー。で上の息アップ取れないよなと思っているのかい。僕が一発マリオ名人を舐めるな。この辺だ、この辺だったら息アップが取れる。そう思いたい。頼む、行ってくれ。うますぎる。ダマダーじゃないんだよ。せっかく頑張って息アップ取ったのに、その仕打ちはねえよな。で次も1/2みたいだよ。上と下どっち行く。もうこんなの適当、下でいいや。もう考えてもしょうがない。合ってんじゃない。いけ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 。よしよしよし。今日は1/2あったよ。で上の四角は何もない。じゃあこの P スイッチを持って。 P スイッチ、ピピ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 。いやこれブランコの丸々好きだな。上から行ったらどうなるか気になんない。それだけ僕見させてくんないかな。左、うん、どっちでもいいんだね。こっちは2/2なんだな。じゃあ P スイッチを押す。頼む、間に合って。おっしゃ、ギリギリ。今絶対間に合わねえと思ってた。でこの状態ではおどかに入っていこうか。チェックポイントには、あーまだなのか。いやこのハテナ絶対叩きたくねー。アイテムかな、コインか。コイン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 。みんなこっから中間ポイントまで一発で行きたい。だから僕がガチで集中してやっていくよ。見てて。絶対こっち違うだろ。何が来るんだ。ジーク、ジークって何よそもそも。何これ、中間ポイント2取ってるってこと。さっき水中じゃなかったっけ。え、これ中間ポイント1と見せかけて中間ポイント2のパターン。え、どうなんだろうな。この扉に入るしかない。うわー、なるほどね。中間ポイント2取ってるパターンか。そしてこれめちゃめちゃ面白そうだぞ。どうなるんだ。死んじゃうふりしてみる。いや僕あえて何もしないよ。何もしなかったらどうなるんだ。上を出発する。ここで扉に入るんだ。ここで扉に入った。頼む、なあ、こういうパターンね。死に耐久劇場なんもないのか。乗って何もしない。僕は今コントローラーを置いてるよ。いつのタイミングかでドアに入るのは間違いないと思う。そしてそこの亀の甲羅はマリーじゃない。そうだ、いつのタイミングだ。そのタイミングか。多分ね、ちくわブロックが降りてきたタイミングで上を出発すれば問題ない。オッケーオッケー。さあ次はバネがあるな。このバネ踏む。いやどうしよう、オープン、どっち、一旦オープン踏んでみようか。バネ怖いもんな。成敗されたことある。てかさ、これ普通に抜けれんじゃない。あ、やっぱり抜けれるな。バネ踏んだら。でも何もならないのか。さあこのハテナは何なんだろうな。アイテムかい、バネ。うわどうしよう、左行く。これ、いや左行っても絶対何もなんないような気がする。ただやられるだけだよ。だから上に行く。オッケーオッケー。そしてこのまま右に行けないよ。あれ、マジでさ動かないんだよね。右を出発してるけど。ちょっと勢いつけて行ってみる。しゃがんで、大事なことを忘れてた。50コインがあるじゃないか、右下に。僕は50コインを信用するよ。おう、心の友よ、お前を信用するぞ。こっちだって、心の友よ。ははははは。
まさかゴールがあるとは思わなかったね。やっぱ50コインは信用するべきものなんだよ。それじゃあゆうさん、素晴らしいコースありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発目よ、スター2ということで、このコースね、実は見たことがあって、スターをどんどん右に伝っていくだけなんだよね。逆じゃないからな。で、このツタが異常的に長いのよ。そんでクリア率が結構高めじゃん。これには訳があって、コントローラーのボタン振り分けがあるじゃん。それの右を AB ボタンとかにして AB 連打すれば簡単にクリアできるみたいな。だからこんなにクリア率が高いと思うんだよね。でも僕はそんなことはしない。生粋の連打名人を見せてやるぜ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 6.5%。 確かそのボタンの振り分けを使わなかったらクリア率が 1% とか 0.何% 台だったような気がするんだよね。まあまあ普通に右連打してってみようか。これでケチでこれさ、左手で十字キーを右連打してるんだけど、やっぱめちゃめちゃきちいね、これ。しかも20秒以内に行けみたいな、これいけるかな。まあまあ多分ね、制作者さんは多分そのボタン振り分け機能を使わないで行ったはずだから、僕もいけるんだ。長くないかこれ。くやー、もう今ので左手死んだわもう次右手でやっていくわ。これ制作者さんさ、ボタンの振り分けとかしないでクリアしたんかな。なんかさっきと速度変わんないような気がするけど、多分きちい右手の方が少し早いような気がする。頼む、ゴールさえ見えてくれれば希望を見せた僕に絶望しかないな。舐めるなめちゃくちゃちょっと待ってね、コントローラーの持ち方だけ変えてくる。はい、今ね、連打する時の本気、寝そべりながらやってます。だからマイクの聞こえがおかしかったら申し訳ありません。で、こっから右の十字キーだけを連打していくね。ちょっと見てってくっ、音とか聞こえるかな。いや、さっきよりだいぶ早いんじゃねこれ。あ、すみがいて。いや、これ絶対クリアできるっしょ。いや、これボタン振り分けしてないのにこの速さ、これは絶対いけるんじゃないのか。頼む、マリー殺してくれ。もうちょっとだ。け、え、え、いやシャレにならんてこれちょっと休憩させて。よし、次こそ行くからね。もう喋らないでガチでやっていく。マジで見てって。うりゃー、見たか、これが連打名人だみんな今日はここで終わりたいと思います。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待って、連打名人の名にかけて A ボタンを右、そして B ボタンを右にして連打して最速を取れるかやっていこう。あれ、これジャンプできんくねちょっと別の変えてくる。正直これね、あんまやれないかもしんない、体力の問題で。2、3回だけするわ。それで最速取れんかったらやめるね。ちょっと見てて、どんだけ速くなるか楽しみだ。それじゃあやっていくよ。うりゃー、うわー、遅っ思ったよ、遅えぞマリー。え、これ、あ、分かった、早すぎなのか。多分連打が早すぎて右に行ってないんじゃない。いや、そんなことあるもうボタンで連打してくれればできないのなんで。え、コントローラー A と X に振る分けてるんだよ。その A と X をめちゃめちゃ連打してるのに全然右に行かないの。ちょっと聞いててくれる、その音聞こえるかな、この音。ごめんね、今ちょっと電話鳴ってるから電話の音も入ってるかもしれないんだけど、いや、めっちゃ連打してるけど、ほら全然進まないっちょ。なんでだろうな、これ。え、もしかしてやっぱ早すぎるんかな。もうこれで最後にするわ、体力の限界が来てる。ごめんね、今日連打ばっかりの動画になっちゃって。なら最後は今までに見せたところのないぐらい連打力でやっていくから、じゃあやっていくよ。いけ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 、最後、最後、最速を取りたいんだ僕。おっそなんでそんなに遅いんだマリュ。 AB を本気で連打してるのに、くっ、もしかしてまたクリアできないのか。最後はクリアしてくれ、頼むマリュ。ギャチャンネル登録と高評価お願いしますどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、
そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そしてツイッター、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。